パヨクとは、左翼に意を踏ませ、もじった言葉、ネットスラング。左翼の、さを、パにしたのがパヨク。パヨパヨチーン、という言葉と組み合わせた造語。略称はパヨ。また、特にネット上で、左翼的な言動を展開する人々を、ネット左翼とも呼ばれる。対比的に使用される言葉として、ネット右翼がある。派生後に、パヨクメディア、パヨク新聞。 パヨク学者、パヨクコメンテーター、パヨク番組、パヨク大学、反日パヨクなどがある。動詞はパヨルでパヨクの中にいて、無意識のうちに影響を受けパヨク的な行動や思考に走ってしまうことを意味するという。モノエ順によると、2015年に在徳会の排外主義的な主張を批判する一方で、暴力事件をはじめとした反社会的な行動を展開してきた。 レイシストを芝きたいのメンバーの言動、ツイッターで、千葉玲子に、おはようというために使っていた挨拶である。パヨパヨ、チームの五感が妙な受け方をしたことが、きっかけとなって生まれた造語だという。千葉玲子によれば、差別だ、レイシストだ、ネトウヨだとレッテルを貼る。相手の個人情報をインターネット上にさらす。相手の勤務先などに、必要な攻撃を加える。自分の意見に、 相手が合わせるまで罵倒したり、暴力も辞さないことなどの特徴があるという。倉山光によれば、劣化左翼、頭が悪い左翼、頭がパーな左翼といった意味で用いられているという。モノエ順によれば、ネトウヨと反対の立場の人を批判的に捉えた表現。千葉玲子によれば、劣化した左翼。山下理科によれば、在日コリアンに味方するとみなされている。 リベラルを指す右派のジャーゴン、佐藤優によれば、ネット右翼が左翼やリベラル派を揶揄、罵倒するときに使う故障であるという。真鍋によれば、反日的でリベラル色が強いとされ、和墨都志子によれば、反日左翼、千葉によれば、右でも左でもない、反日に取り憑かれたような、壊れた翼、葉翼、または、橋翼のことも意味するという。 清香と則のによると、ネトウヨなどと同様に、存在があやふやながらもキャッチーな言葉で無理やりくくった、集団で、共感なき共有という同類性の負の側面が目につき、あたかもネットで笑われるためだけに作られたような、うさんくささを持つ、という。家人ー子によれば、ネトウヨと同様に侮蔑語。山野車輪によれば、別称であり、ネトウヨと同様に差別用語。 社会学者の宮台真嗣や西川真一によれば、左翼の別称であるといい、別称、悪口として用いられる。そのため、派翼や、ネトウヨウ事象として用いる人は、基本的にはいないという。真鍋厚氏によれば、無別語であるため定義付けは困難だという。モノエ順によると、リベラルを称しながら主張が、尻滅裂とみなされた人物のほか、 国民民主党や立憲民主党といった政党全体を指す場合や自由民主党の石場、茂にも使われる場合があり、ネトヨと呼ばれる人たちにとって気に食わない存在は、いつでもパヨクと名指しされる可能性がある。山下理科は日本第一党の桜井誠の2016年12月12日付ツイートを例示し、パヨク及び二田の使用で敵意が表現される。また、 エリノアオックスの指標性という記号概念を引用し、ニダは直接指標を通じ朝鮮人に、パヨクは間接指標を通じ左派に割り当てられていると分析している。田中達夫は、ネトウヨ、パヨクが相手を敵視し攻撃する言葉ばかり飛び交い、保守とリベラルの意見が過激化、極端化し、文極化が行き過ぎると議論を通じた相互理解が不可能になり、社会が 分断化されていくと危惧している。モノエジュンは、ネトウヨヤパヨクと呼ばれる人々を、対話不能な人と広く定義し、ハーバーマスの、議論の参加者は、完全に自由で平等だとの考えを援用し、主張の内容より、発言者の立場で、発言の良し悪しが決まってはならないとし、ネトウヨパヨクと、保守、リベラルの違いは、議論のルールを守れるかどうか、 つまり対話可能かどうかのみによって判定されるべきであると考えている。また、自らの主張は仮説に過ぎないと確信すること、人の発言権を奪わないこと、どれほど奇妙きてれつに思える主張でも、理由づけや事実で、その良し悪しを判定することの3つのルールを守れば、ネトウヨでもパヨクでもないと提唱している。篠田秀夫は、日本の大学人の多くがネトウヨ批判ビジネスを、 在野の言論人が、大手新聞社や左翼知識人を批判、揶揄する、派翼調商ビジネスを展開する循環論法で、閉じられた演刊で完結しているため、日本言論会が閉塞したと考えている。ありがとうございます。